花輪町といえばダリア。まあ綺麗に咲いてますよ。何やらすごい速さの、めちゃめちゃ速い。もしかして県民リポーターの。はい、県民リポーターの下島です。花輪町の県民リポーター下島雅樹さん、兵庫県出身の元ロードレーサーです。その耐久力ですね、耐久力を養っていくと。今年4月現役引退を機に花輪町へ移住。地域おこし協力隊として活動する傍ら、 YouTube で情報を発信しています。今日はどんなラーメンを紹介していただけるんですか？音楽好きの岩渕さんにぴったりなお店を紹介させていただきます。はい、ラーメンと音楽、どういう店でしょう？こちらです。なるほど、ジャズ？はい。その名も手打ち中華ジャズ麺近藤。僕も最初は気づかなかったんですけど、後でお店に入ると分かるようになってます。いやー、楽器がありますね。そうですよね。お店に入るとサックスやトランペットなどが飾られていました。こちらの譜面はご主人が書いたそうですよ。ラーメンとジャズをこよなく愛するご主人の近藤真嗣さん。白川ラーメンの名店で修行した後独立しました。一方でジャズボーカリストとしても活動中。看板に偽りなし、現役のジャズメンなんです。どのくらいお好きなんですか？そうですね、三度の飯より好きですね。ラーメンよりも？いや、ラーメン、自分の作ったラーメンほどではないですけど、はい。二足のわらじを履くジャズメンのこだわりは、白川ラーメンの命、もちもち食感の手打ち麺。毎朝4時から仕込み、打った後コシを出すため3日ほど熟成させます。大変ですけど、一杯のラーメンができた時の感動というか、やっぱり気持ちの入り方が全然、一杯に対する思いが全然違います。この店で白川ラーメンに出会ったという下島さんは、かなりシンプルだなと、ちょっと見た目寂しいかなというふうに思ったんですけど、麺とワンタンとチャーシューと素材の美味しさが本当に美味しくて感動しました。スープは鶏ガラや豚の原骨、背ガラ、香味野菜をじっくり煮込み、旨味を抽出。水の量を少なくすることで味や香りを引き立たせているそうです。丼にスープが注がれると軽やかにセッションがスタート。こだわりの手打ち麺、そして手作りのワンタンやチャーシューなどがステージを彩ります。ジャズ麺による王道の白川ラーメン、丼の中で奏でられるハーモニーは心地よいグルーヴを生み出します。すごい、スープも透き通ってますし、ワンタンも透き通ってますね。あとは香りがたまらないですね。まずはスープから。あー、素晴らしいですね、調和が完璧。美味しいですね。チャーシューの香りもスープに溶け込んでいるような気がして、このスープだけでも飲みたくなるぐらい本当に美味しいです。毎朝4時から仕込む手打ち麺は、この弾力ですよね。手打ち麺ならではのわしわしっとしたこの弾力、縮れてるのでちゃんとスープを引き上げてくれますよ。アクセントとなるワンタンにはある秘密が。麺と同じ生地を使い、指が透けるほど薄いのが特徴。舌触りや食感を生かすため、あえて具なしです。私、具がないワンタンって初めてですね。
の、すごい、スーって溶けますね。あれ、あっという間になくなる。素材のこだわりを感じるというか、本当に美味しいですね。麺とは全く違う楽しさをちゃんと仕事しますよね、はい。岩渕さん、はい、このジャズ麺さんのラーメン、うんうんうん、音楽に例えると何ですか、うん、また難しい質問を。でも私はリストの愛の夢、もう全ての材料に近藤さんの愛を感じます。そしてこれが一緒になった時の喜び、いやもうこれはもう愛の夢です。もうかけてください、ミュージック、愛の夢をリストの頼みます。白川ラーメンは手打ちの麺が特徴なので、一人一人作るところに個性がありまして、その麺にやはりジャズを感じたんです。